はい、はい、今回はね、読谷村に来ています。そしてガラ、青い海のね、入り口付近にいるんですが、今回ね、目的地はね、メロディービーチ。確かね、約 2,3 ヶ月ぶりだと思うんですが、ラッコリーママですね、メロディービーチに行ってみたいと思います。前回寒くても沖縄そんな寒くはないんですが、3月ぐらいに来たんです。そうですね、やっぱり 2,3 ヶ月前ぐらいに訪れたことのある場所です。梅雨入り宣言がね、出されちゃったんですが、今日の沖縄ね、青空が見えていて、いい感じにね、晴れてくれてるんですよ。なんでね、綺麗な景色がね、撮れるかなということで、メロディービーチまでやってきた感じです。あそこにカプセル状のね、テントみたいなのが張られてて楽しそうだね。メロディービーチ、こちらより手前は私口らしいんで、まあ、入っちゃいけないよということみたいなんで、先をね、撮影していきたいと思います。呼んでもいいんじゃないか。森に囲まれたビーチなんで、天然のビーチなんでね、やっぱあの砂浜が今ちょっと干潮気味で、そっか、満月だったんで大潮かもしれないですね。大潮のね、お昼時なんで、もしかしたら今が一番低いと干潮かもしれないです。前回よりもね、引いてる感じがしますね。引いた海はね、生き物がいないかなってね、見るのも楽しかったりするんですが、海自体がね、ちょっとね、浅くてね、砂の白さというか黄色さがね、際立って、そこまで綺麗な海が見れないかな。綺麗ですね。正面ね、見えてるのが以前ね、動画にもアップしたことがある、復元されたミーグスク。綺麗ですね。最近ずっと本当に沖縄がね、なかなか晴れてくれなくて、ここまで、青空がね、広がってるのも久々なんで、ね、リフレッシュできて楽しいです。せっかくなんでね、あちらの海岸までね、歩いてみようかなって思ってるんですが、今ブツブツしてちょっと待ってしながら、ちょっとね、リーフをね、歩いてみたいと思います。イガイガしたね、ナマコちゃんがいます。そこが入ってますね。でね、先ほどからね、トルトンボ、このナマコは普通のタイプですね、よくいる。風の中からね、こういったり、小魚が出てますね。グリーンになるんで、風が揺らいました。下、違う、本
当にちっこいんですが、ね、青いコバルトブルーのものでスズメダイの中の海たちですね。こんなのちっちゃな潮だまりにもね、生き物がいるということは、こんな広い海の中はもうすごい魚の天国ですよね。返してあげないとかわいそうなんでね。またこの辺生き物が多そうだな、楽しそうだけれど、まあね、ほんと久々に晴れてね、本当はもうちょっと海遊びして行きたいところなんですが、こんなにね本当に晴れるのはね久々で貴重なんですよ、梅雨入りした沖縄は。なんでね、まあ、十分にね沖縄の魅力がね取れたんじゃないかな。青いな、やっぱ最高っすね沖縄。晴れると青い海が素敵です。サモンもねなんかいいですよね、サモンみたいな。最高です。まあ、せっかくここまで来たんだからまた夕日に行ってみようかな。前回もね今は行った場所なんでね、こちらの水着をサントッコじゃないまた、こういうことか。風が結構吹いててね、あの旗が結構なびいてますね。はい、というわけでちょっとこっち風上に向かってね話すとボーボーボーうるさそうなんで、ちょっとね気を変えて最後の締めをしたいと思います。はい、というわけで今回ね読谷村のメロディービーチこと、マッコリーママで沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録まだだよって方がねもしおられたらぜひチャンネル登録の方もお願いします。登録してくれると、活動の励みになるので嬉しいのでぜひ登録お願いします。ではこの辺で終わりたいと思います。じゃあまたね、バイバーイ。